はい、シートの張り替えをしてみました。このシートがですね、ついていたやつでして、で、まあ、乗らなくなってね、1年半、その後私が買い取ってからもう1年半、3年ぐらいはね、乗られてないシートなんで、もうガムテープとかもね、もうすごいひどい状態になっちゃってまして、で、今回ね、やっと張り替えることにしました。で、まだね、レストは車体の方はね、全然できてなくて、フレームとエンジン、まだ別々でね、足回りも何もやってないんですけど、まあ、シートはね、最後の最後でいいかななんて思ってたんですけど、ちょうどね、夏休み9日間あったので、まあ、そのうちにね、ちょっとやってみようかなと思いまして、今回作業しました。で、今回シートは、もう NS 用のね、出来上がったやつ、前後がね、ちゃんとこう縫ってあるやつ買ったんですね。なので結構ね、簡単に作業はできました。で、工具もね、そんなに必要なくて、今遠ミリでベルトを4個外して、で、ここは2箇所外す感じで、サビがね、結構出てたんで、これはサンドブラストしてね、きれいにしました。で、今回はね、ベルトも一緒についてきたんで、ベルトとシートのね、生地がなんか若干違うらしいんですけど、全然もう気にならないような感じで、なんか本当に違うものなのかなっていうぐらい、まあ十分なちゃんとしたベルトがついてきました。で、私シートのね、張り替え初めてなんで、シワになったりするかなってかなりちょっと心配だったんですけど、結構シートのその切れがね、伸びるんですね。で、まあスポンジ引っ張ればね、スポンジもちょっとこうへこむだろうし、それでね、すごく貼りやすくて、シワなくね、まあこんなもんでいいかなっていうぐらいのところまで行きました。ただ中のスポンジがちょっともうダメになったところがあって、そこの部分はね、どうしてもこう外までね、影響出る感じで、ちょっとね、前の方と後ろの座るところですね、そこのところがちょっとね、こうつるんとこうした感じではない状態で、最後はもう諦めました。で、この動画ね、結構長くなっちゃったので、早送りして見ていってください。で、本当はね、今触ってるところになんかこう銀色のね、部品がなんかつくらしいんですけど、私のはついてなくて、片側はね、もうなんか折れた残骸みたいのが残った状態ですね。で、多分シートの後ろのシートにね、物乗っけて、それを紐で縛ったりするときに使ったりするんですかね。で、まあそれはなくてもいいかなと思って、まあ部品をね、調達して付けようとか、そういう気は全くないです。ただそこの部分のシートの形がね、ちょっとね、こう変にこう、なんていうんですかね、へっこむ感じになっちゃうんですね。今ちょうど左側の方にこう半円でこう丸く2つ欠けてる部分があるんですけど、あそこですね。だから本当はね、あった方が見た目いいか、いいとは思います。で、ここなんですよ。前の方がね、ガムテープがスポンジにくっついちゃってるんですね。補修用のガムテープ。で、ここで一回ね、本当のシートは取れたんですけど、まだね、ガムテープがちょっと残った状態ですね。で、これ見ると、左の方ね、シートに穴開いてたと思うんですけど、その形がちょうど後ろ側のね、座るところに、のスポンジがちょっとおかしくなっちゃってて、そこがね、後でシート貼った時に型がね、ちょっと見えるかなって感じですね。で、こうゆっくり剥がしたんですけど、どうしてもね、ガムテープにちょっとね、スポンジ持ってかれちゃいまして、で、その部分がね、スポンジ足んなくなって、まあ、シート貼った時にちょっと形がちょっとね、変なになったかなっていう、まあ、そんな感じですね。これもね、もっと早い時点で車両引き取った時に剥がしてれば、もしかしたらもうちょっとね、うまく剥がれたのかもしれないんですけど、で、スポンジがね、
家にあればね、なんかこう継ぎ足してね作ればよかったんですけど、このシートってこう硬さがねある程度あるんですよね。あの洗車とかに使うね、ああいうスポンジみたいな柔らかいのとは全然違って、もうちょっとねこう目の詰まったっていうかね、ちょっと固めのスポンジなので、これはちょっとねさすがに家にはないので、今回ちょっと諦めました。で、まあ、古いもうね30何年前のものにしてはね、あの中のスポンジがねこうボロボロ崩れ落ちるってこともなく、まあ、そのまま使えてよかったかなって感じはします。でこれベルトがちょっとね結構めんどくさくて、この金具を外して後でねつけるときはベルトの 両端にね、穴をね開けないといけないんですよ。で100円ショップで、あの確か革細工とかに使うねポンチ、穴開けポンチ売ってると思うんですけど、あれあればねもしかしたらすごく楽に作業できたかもしれないですね。私はそれちょっと買うのね、買いに行くのがちょっとめんどくさくて、カッターでこう切れ目入れて、あとドリルの刃をね手でグリグリやりながら穴を広げてって、でまあなんとかね取り付けた状態でしたね。でまあ裏になるところでもう見えないところなんでね、まあまん丸の穴はきれいに開いてなくてももう分かんないんで、まあ今回はね適当にやってしまいましたけど、もしやるんだったらそのね穴開けポンチダイソーとかで売ってるんでね、ただこの大きさはないかもしれないんですけど、ちょっとねずらしながらね何回もやって穴広げてね作業すればいいかと思います。でこれもねサビが結構すごくて、これも結局サンドブラストでねサビ落として取り付けました。でこれが今回買ったシートで、で折りたたんだった時ねちょっとシワがあったんですよ。それでまあ伸ばすっていうかね、ほっとけば自然とシワは消えるみたいなことが書いてあったので、 2,3 日ちょっとねそのまま広げておいたらシワは消えました。でねこれ前後縫ってあって防水はしてないらしいんですね。なんか本物のやつは防水してるらしいんですけど、防水処理がないのでこのビニールをスポンジとシートの間に挟む感じで作業するそうです。でこれ袋状のビニール入ってたんですね。でまあ切って広げて、まあ、1枚にしたんですけど、このね2枚のまま入れちゃってもねなんかいいような感じしましたね。私このビニールのシワとかがねシートの表面に出るんじゃないかと思って1枚にわざわざしたんですけど、全然ねこのビニールのシワとかは全く表に出なかったので2枚やっちゃっても平気だったかなと思います。でここでまあはめて縫い目があるのでそれをシートの端っこに合わせて、でとりあえずね仮止めで前後をね決めて、でちょっとねずれてたらまたねちょっとその位置に引っ張りながらガンタッカーで止めるって感じですね。でガンタッカーはですね手動のやつ買おうかと思ったんですけど、高いやつ5000円とかするんですよね。で安いやつとかもあるんですけど威力とかがねちょっと分かんなかったので、今回ね安かったんでエアーのやつガンタッカー買いました。でこれ木とかにもね使えるんで結構重宝してますね。でここで前後仮止めして位置を確認して、で縫い目をシートの縁に合わせてどんどん止めていけば大丈夫ですね。で結構このシート伸びがいいんで引っ張ればね結構ずれてくれるんでね、
で1回打ってその端っこがねもしずれててももう1回こう引っ張るとか、あの引っ張りすぎちゃったらね、あの1回そのガンタッカー針取って位置合わせないといけないんですけど、もうちょっと引っ張ればこういい位置に来るなっていう時はもう古いガンタッカーそのままにしといて、あとね引っ張りながら新しくねガンタッカーいい位置でバチンと打てばこういい位置でね止まってくれますね。で多分これ伸びがいいから綺麗に貼れたと思うんですけど、伸びが悪かったら多分ほんとね大変なんでしょうね。で私本当はね1枚ものでやろうかなとは思ってたんですけど、ちょっとね今回シート貼り初めてだったんでどんなもんだかね全然ちょっと想像つかなかったので、このねあの出来合いのっていうか NS 用ってやつを買ったんで、ほんとね作業は簡単でした。でこの時点でまだ当然ねシワとかはあるんですけど、もう引っ張ればね伸びるんで、もうこの時点でね結構簡単に貼れるなってのはもう分かって作業してました。でこれ赤がねやっぱり純正のにこう近い赤なんですよね。ちょっと朱色っぽいね、真っ赤じゃないんですよね。私の NS はですね白と赤なんですけど、白も赤もね全然純正とは関係ないね色で塗っちゃったんで、シートがちょっとね色薄くなっちゃうかなっていう感じはしますね。で今回ね夏休み9日間あったので、まあ、なんとかねエンジンとフレームくっつけて足回りつけて、まあ、最低でもねそこまでなんとかしようかなと思ってるんですけど、ちょっとねまだサンドブラストかけてない部品が出てきちゃって、でそれをサンドブラストをかけて塗装したんですね。それでまあ車体組み立てるね場所を確保しようと思っていろいろ片付けてたら、またね部品出てきちゃって、またサンドブラストかけて塗装してたんですね。それで2、3日ねちょっとロスしちゃったんですけど、まあ、このあとねなんとか夏休み中にフレームとエンジンくっつけたいなとは思ってます。多分動画上げれると思うので、もしよかったらそちらも見てください。でこれ今引っ張り足らなかったんでね引っ張りながらまたガンタッカーで止めてますね。どうしてもねこの前の方ですねスポンジがなくなっちゃったところ、ちょっとねやっぱり形がいまいちですよね。で後ろもね座るところの平面のところ肉がねちょっとスポンジが足りないところがあったんで、そこがねどうしてもねちょっとね段差ができるって感じになっちゃいました。で多分ねこのスポンジなんかもねネットで探せば売ってると思うんですけど、最初に古いシートの木で取った時に見たスポンジの時にもうこれは自分で削るのは無理だなと思ってね、削れればね新しくね中のスポンジもしちゃった方がいいんでしょうけど、でこれ本当にシートのね切れがね伸びるんでね、引っ張りながらやれば全然こうシワとかはねない状態で貼れますね。ここですね、ここがその銀色のパーツがつくところで、ちょっとねこうへこんでるんですね。でとりあえずこのはみ出たビニールを先に切って、ある程度ね切って
その後赤い部分の余ったところっていうかね、余分なところを切りました。でも赤いのもね、余分なところ切らなくてもね、なんかもうそのままでも見えないところだし、いいような気もしたんですけど、これがですね、ベルト、ちょっと長めのが入ってて、純正のついたやつとね、同じ長さに切ったら、もう一個ね、取れる感じの長さで届いたんでね、失敗してもね、もう一回挑戦できますね。で、ここで私今止めちゃってるんですけど、ベルトを通すときに、ボルトで止めるんですけどね、ここに穴を開けて、まあ、ボルト止めなんですけど、裏側にもね、折り返してあるんで、シートがあるんですよね。で、それをね、無理やりこうグリグリやったら止めれるかななんて思って頑張ったんですけど、やっぱりね、ダメでしたね。で、ここでね、こう中側のはまだ切れてないんですよ。で、ここでもグリグリやったらいけるかと思ったんですけど、ダメで、結局中側の折り返した分の赤いところはね、ナットっていうかね、金属の部品にかぶせる感じにして今回ちょっとね、取り付けてみました。引っ張り出してこうかぶせた感じですね。金具つける前にあそこのところも前もって、まあ穴開けるなり、まあ後からでもね、穴開けないとすんなりはね、つかないですね。こっちはもう最初からね、今かぶせて、ナットのところにかぶせて、表だけ穴開けて、で、これで針の確認できたんで、ベルトをして締め込んで終わりですね。はい、出来上がりがこんな感じですね。まあ結構ね、綺麗に貼れたかなとは思います。どうしてもね、スポンジないところはね、変にこうちょっと形はつい出ちゃってますけど、表に。まあでも初めて貼ったにしてはまあ十分かなと思いますね。で、結構ガンタッカーね、バチバチ変なところにまで打ってるんですけど、もう裏にあるところなんでね、まあ、そのままにしちゃいました。本当はもっとね、縁の方に綺麗に一列で並べてね、で、そこまでね、この赤いビニールね、邪魔なとこは切った方が見た目はいいんですけど、まあ今回はこれでいいかなと思います。どうも見ていただいてありがとうございました。